ウェッツェル軍はアメリカ合衆国ウェストバージニア州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は16,583人であり、2000年の17,693人から6.3%減少した。軍庁所在地はニューマーティンズビル市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ウェッツェル軍の北側軍境が メイソン・ディクソン線に一致している。ウェッツェル軍は1846年に設立され、軍名は有名なフロンティア開拓者のインディアンだった、ルイス・ウェッツェルにちなんで名付けられた。ニューマーティンズビル歴史的外区、アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は361平方マイルで、あり、このうち陸地359平方マイル、水域は2平方マイルで、 水域率は0.59%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。19世紀の半ばから後半、伝説のジェームズ・ギャングに似た一集団がジェニングス・ギャングと呼ばれて存在していた。このギャングには多くの強盗や殺人が結びつけられている。ターパンリジンに近いドゥリンラン水源近くにいたと言われている。 彼らがいた家には逃亡用のトンネルがあり、何度か逮捕を免れるために使われた。レッドマンと呼ばれる地元民集団がこの家でギャングを追い詰め、多くの者が殺された。その詳細は1900年頃に書かれた、ウェッツェル軍史に詳しい。軍内最古の油性は、ルーリンランに近いロングラン沿いで掘削されたものであり、深さは360フィートに達していた。ウェッツェル軍には、 石油とガスを生産した長い歴史がある。19世紀の石油ブームでは、プロクタークリーク流域に、数多い木こりや、油田労働者を収容するために12の酒場と多くの宿泊所があったと報告されている。次のリストは、軍内の未編入庁であるが、これで全てではない。ありがとうございます。